名古屋市営地下鉄東山線本郷駅に来ています。今回は本郷駅前にあった商業とマンションの複合ビルの跡地の再開発を見ていきたいと思います。名古屋では初の民間による区分所有建物の建て替え事業です。名東区の鉄道駅は一社、神谷城、本郷、藤ヶ丘の4駅のみです。東山線の東側の終点、藤ヶ丘の一つ手前の駅となっています。周辺は住宅街ですが、名東区役所や東名の名古屋インターがありますね。今回の開発地は駅の北側にあります。結構大きなバス乗り場がありますね。で、そのバス乗り場の西側にあるのが今回の開発地です。名東区は鉄道が都心に向かう方向にあるんですが、その垂直方向にはないんですよね。で、ここでは南北に向かうバス路線があって、その弱点を補完しています。駅から道路を一本挟んで今回の建設地となっています。奥には2012年竣工のアトラスタワー本郷駅前という高層マンションが建っています。地上15階、高さ 44.88m のマンションと商業のビルになる予定です。まだ3、4階ぐらいに見えますね。以前は1977年築10階建ての本郷センターハイツがありました。民間による区分所有の建物の建て替えは名古屋市内初となります。クレーンは一本体制で建設しています。アトラスタワー本郷駅前の方は地上23階 81.38m、 158戸のマンションとなっています。本郷センターハイツは1、2階が店舗、3階が駐車場、4階以上がマンションでした。それでは開発地を別角度からも見てみましょう。全国的にも区分所有が古い建物はなかなか建て替えが進まない中で貴重な存在となっています。東が建物で、西側に駐車場やエントランス、店舗の入り口は北東側です。ドラッグストアのクリエイトが出店予定です。おそらく駅前で一番大きい小売店になると思いますね。こんな感じの建物が建つことになります。このチャンネルでは鉄道新線、新駅、駅前再開発などを見ています。興味がある方はチャンネル登録をお願いします。開発地の北側にマンションギャラリーがあります。市エリア本郷駅前という名称になっています。市エリアなので関電不動産による開発となります。道路を挟んで北西側から見ます。他にも京阪や近鉄、阪急など関西企業が盛んにマンションを建てている名古屋市内となっています。北東側から見るとこんな感じです。本郷駅はこのような高架駅となっています。以前のビルにはマックスバリューやキャンドゥなどが入ってたみたいですね。店舗が完成して再び賑わいが戻ってくることが期待されます。建設地を東側から見ます。奥のマンションの半分ぐらいの高さのができるわけですね。ついでに駅の南側を見ておきましょう。こちらはマンションやトヨタレンタカーですね。駅の窓からも今回の開発地がよく見えます。東山線の駅すぐで便利なマンションになりそうですね。以上、本郷駅前の再開発でした。ご視聴ありがとうございました。